車両車両添田町バスは福岡県田川郡添田町が運行するコミュニティバスである。2003年4月1日運行開始。添田町では西日本鉄道が町内で路線バスを運行していたが、モータリゼーションや過疎化の進行などにより1988年に町内路線が分離市会社の添田交通に移管された。しかし、 利用客の一層が進み、西鉄バス地区法は2003年3月末で一部を残して町内路線を廃止する方針を示したため、代替交通として2003年4月1日から町営バスが運行されることとなった。運行開始当初は、添田町中心部と町南部の彦山などの山間部を結ぶ彦山線。 ソエダ町中心部と町中西部の中原寺地区を結ぶ中原寺線、ソエダ町中心部と町北東部の角地区を結ぶ角線の3路線があったが、2017年9月30日限りで中原寺線と角線をデマンド型乗り合いタクシー、町イコカーに転換して廃止し、彦山線1路線のみとなった。車両は町側が保有し、実際の運行業務は、 大震東が行っている。道路運送法第78条の2の適用を受けた、地下用自動車による輸送であり、車両のナンバープレートは白色である。添田町役場における事業の所管は、町づくり化施策推進係である。1 0トル以内の区間は200円、1 0トルを超える区間は300円。中学生以下は半額。 4歳未満の乳幼児は保護者同伴児に限り、無料。12枚綴りで10枚分の金額の回数券がある。添田町バスのバス停以下、及びは停留所乗降区間、イコール及びは、フリー区間。区定は月、水、木曜日に一往復のみ経由。東が谷、北坂本は日、金曜日に一往復のみ経由。 土日祝日及び12月31日から1月3日までは、彦山駅部前防寒のみ運行され、それ以外の区間は運休する。12月29日30日は全区間運休する。以下の2路線はデマンド型乗り合いタクシーに転換された。いずれも土日祝日及び年末年始は運休していた。中原寺線角線、ありがとうございます。